これはもしかして今日はかなり難しいかな。ちょっとやり直しで、ちょっと熱暴走かな。なんかちょっとスマホの状態が悪いので、ちょっと置いときたかったけど難しいかな。まあちょっとね、無償化について、ABC テレビがね、ちょっと変更報道みたいな感じのことをしていたりとかして、まあとにかくなんか、キャップを導入したことにより、なんか反発しているという論点整理をしないまま、そのなんかこう高校のそのなんかね、なんか正義感というか、どこに論点があるのか、ちょっと私テレビねほとんど見なくてちょっとわかんないんであれなんですけど、私はね公立高校じゃなくて私立高校の卒業で、で、その時にね、うちの、母校がやってたっていうのは、例えばお母さんが、その高校の卒、うち女子校やったんでね、お母さんなんですけども、親がね、そこの卒業生だったら割引あるよとか、で、シングルマザーだったとしても、その、対象なんかの制度で、そのお金が返ってくるんですよ。で、今回は、私がねちょっと喋りたい無償化の話はちょっとその制度的な問題でちょっとどうなってるか今わかんないんで、こうじゃなかったらちょっとこれは厳しいんじゃないかっていう話と、授業料についてのねちょっと話をしてて、その点については私が行ってた私の子供が行ってた、保育園が私立から、私立に変わったので、その時のね、無償化の、ことと、保護者の負担ってどうなったのかっていう話とちょっとやっていきたいと思いますけど、ちょっと塾長呼んどるんだけど、なんかちょっと一回あれなんですいませんね。とヘイと言ってやっとるよと送ってみましてですね、来なかった来なかったでパーと、記録用にね置いときたいと思います。これちょっと画面ね、私がちょっと朝ちゃちゃっと書いたやつなんですけどね、ちょっと自慢なんかね、うちの子供は大阪市内の、私立の小学校、一律の小学校に行ってていて、もちろん、給食費無償化の、対象です。これについては負担が一切なくって、当たり前です無償化だから当たり前じゃんって言うんだけど、私立高校の無償化って私の時はね、一回お金入れないといけないんですよ。一回お金入れて、ほんで、半期ごとにワンと返ってくるね確か、私の時ところは、やっぱ、授業料が多分58万とかだ、50何万だけど、帰ってきてた、50何万。ちょっと偶然見る機会があって、わっと思ったね、やっぱりでっかいと思いますよ、一回。だって、帰ってくるんでしょ一回払ったもんが。一回払ったにせよ、帰ってくるの。よかったな、ってさん来てくれて。今ちょっと無償化の話をね、ちょっと置いときたくって、ちょっと塾長と、今、子供が夏休みで、昨日ね、ドラえもんを遅くまで見せたんで、まだ寝とるんですよ。今のうちやらんと、と思って。この間ね、クラゲさんがね、無償化についてやっててくれて、私ちょっと後半聞けてなくって、お金のやり取りどうなってんのかがちょっと不明瞭だから、よかったら、ナツさん来てくれて。で、聞こえます？なんかチャカチャカ言ってんな。このチャカチャカは何？マラカス？イヤホンにしてみようかな。ちょっとさっきね熱暴走で飛んでしまって、ちょっとまたそうならないか不安です。いえ、おいおい、喋れてますかね。聞こえてますけどね。あ、なんかもう変なとこ押しちゃって。え、いけてます？これ。あ、いけてます、いけてます。私はいけてますよ。なんかね通知もねピコンと来なくって、あ、まあそんなもんで、聞こえますっておっしゃって、
なんか昨日アンケートひどかったらしいですね。なんか見ましたけど、むちゃくちゃでしたね。ツイートもしましたね。なんかね、あのアンケートも、あの、まあ、あ、少しやまびこ。私の方がやまびこかな、もしかして。どっちもやまびこ。なんかね、電波が悪くて、あー、ダメだな。電波悪い。塾長？セミの鳴き声、はいはいはい、塾長がちょっとやまびこらしい。あ、塾長はね、ツイキャスやまびこなんです。だからあの、だからあの、これないですよ、 YouTube 以外は。基本的にこの人はね、あの YouTube と生、うん、ニコ生以外の相性が本当に悪くて、だいたいやまびこになってます、誰とやっても。はい、ありがとうございます。なんか、まあ、塾長の電波悪いね。私の方も言ってしまいそう。で、なんかね、とりあえず親として、あ、私立に、まず、まあ、アンケートはひどかったと。あれ、なんやねんっていう話で。で、今ね、60万円のお金の、残り2万円をどうするかってやり取りやってますやんか。誰が負担すんねんと。で、60万にしてくれっていう話があって、あ、60万じゃない、62万円のところがね、ごめんなさい、ちょっと。言い方悪かった。うちの母校が58万円だったから、うん、ちょっとごめんね2万円ペイじゃんって思ってたから、うん、ちょっとごめんなさい。で、62万円とか60万円こうしてるところがワーギャーワーギャー言っとると。で、これ足並み揃えないと。もしだってさ、58万円のところもさ、もうこれワンチャン60万円、62万円にしてくれたらラッキーじゃんぐらいの話やん、これって。汚いよねっていう話はもうまず間違いなくあって。で、ね、夏さんももしかしたらあるんだけど、あの無償化続けてくださいねっていう署名活動に、特に母親は署名してるはずなんですよ。私立の学校の先生から署名をもらってきてて、これ署名のね、3名取りゃよかったなって思うんだけど、学校の先生がね、持って帰れっつって、うん、保護者とかに書いてもらってくれって言って持ち帰らされてるものがあるんです。私は少なからず、書きました、こう、署名を、うんうんうん、書いたし。そうだから無償化については。でもね、ごめんなさい、それちょっと聞きたいんだけど、うんうん、現行制度をやってくれってことなのか、あの続けてくれっていうアンケートの仕方だったと、ほら、要は現行制度を維持しろっていうことだったら、新制度は反対っていうのが裏に入ってるんで、だからその内容がどういう無償化の内容かは、あの現行のやつ、大阪府の無償化やから、うん、除名じゃない、署名で続くんだよ。やめるなんてことは一切言われてないのに、あと、小規模クラスをやってほしいっていう希望の署名と、無償化を続けてくれっていう署名を2つ書いてた、うん、でそれはいつの時ですかって言われると、コロナ前だからもう全然関係ないよね。少なからずさ、前の時からそういう署名をしていて、無償化については私立はやってくれっていう態度ですよっていうことをやって。ちょっと覚えてないね、なんとさん。それが私が、職場の、高校、中学校とか高校生を持ってるパートさんが持ってきたもので、ちょっとそれしまったなと思ってちょっと写メ撮ってればよかったなと思って、ちょっと聞いたらね、多分あるんじゃないかな。ただね、ちょっとあの、これちょっとデリケートな話で、うちの職場っていうのは都構想、ほらみんなわけ走って落ちるのって聞いちゃうような職場だったっていう話をね、何回かしてるし、公明党の、施設自体が公明党とかじゃなくて、公明党のあのに投票する人が多く働いている職場だっていうことはちょっと前提として考えといた上がなきゃいけないかなっていう感じで。だからどこが主催の署名運動ですかって言われると、一応大阪府の私立の無償化 の継続のお願いの署名だったから、ちょっとそこはグレー。だって知らない人の方が多いんだよね、その署名やってるよっていうの。ということはかなりその限られた人が何か意図を持ってやってた署名だったっていうことは確実なのね。
私もちょっと中に署名するときは写メ取る癖つけとかないとダメだね、うん、本当に、うんうん、まあ主催とかがね、そうですね、ありますからね、うんうん、まあそういうことをやってて、私立は無償化や続けてほしいんだよっていうのがあったよって、続けてほしいと思っているところが、うんうん、何かしらそういう意図を持って署名をやっとるんだっていうことをまず前提に入れときたかった、うん、そういうところもあるんだよと、はいはい、で私の私立の女子校なんですけども、うん、親が卒業生だった割引とかあって、でなるべくそのなんか要するに呼びかけもあったよね、そのお母さんがうちの卒業生だったら娘さんにもうちでぜひ卒業してほしいなってことはどこの私学もやっとるわけですよ、基本的に長くやってると。だって親子全部でそこの卒業生ですっていうのが自慢だみたいな人もいるじゃん、なんか、うんうんうん、だとするとそのでそこを卒業したからってね、親の収入って保証されてるわけではないでしょ、うん、当たり前に、うんうんうん、でも親は入れたいわけだ、やっぱりその自分が卒業してどんな学校か分かってるところほど安全なところ、だから一律の小学校なくなったらわーってみんな騒いじゃん、うちが卒業したとこなのにとかさ、なんかよくあれだって、その教えた、そうそうそう、だからそれこそおかしな話だなって思うタイトルがあるんだけど、まあまあそれはまた別タイトルで、どこで学んだかじゃなくて誰に学んだかでしょなのかとかね、ちょっとタイトル広くなるんで、まあ一応学校っていうそのネームバリューってそういう時にも生かされるよねっていうんで、それは公立も私立も同じだし、でも私立の方がよりパワーがあるじゃん、だってラサール石井なんかそうじゃん、いつまでたってもラサールラサールって言うやん、なんかまあ、それなると本当にラサール出たんですかっていう、じゃもう隠してないから言うけどうちの父親ラサールやん、なんかで中学校からラサールやんな、もう鹿児島の人間やん、まあ、中高一貫ラサール、そう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 、だから中学校から入ってるから小学校受験で、うんうん、でもうよく言ったのが、うん、ラサール石井ってさ高校から入ってるやんか、だからあいつは高校からやからみたいなちょっと差別的なこと言っとったよ中学からラサール入ったやつしかラサールじゃないんだって、まあ競争率的に言うと有名進学校は多分中学受験が大変やからね、うん、だからそもそもちっちゃいのに、うん、だから高校の私立高校、だから中学校を持ってない私立高校っていうのはそれだけ激戦なんですよ、要するにその取り合ってるわけ、ね、中学校でもうそうそう、あそうそうそういうのね、愛校進あもう卒業進でそういうのでやってるし、で子供はこれから少なくなるじゃないですか、で、うんもう夏さんとかここ今聞いてくれてる人たちはみんな分かってるんだけど、金取らなきゃやっていけない、自分の給料減らさなきゃ回んないみたいなねこと嫌だから、なんかこれに反対だっていう、まあこう今聞いてる人たちは結論なわけで、で親としてやっぱりまポピ真正面からね、この私立の無償化について、公立の、一律や府立と、の問題点があるとすれば、60万円っていうよりはお金の払い方を考えていかないといけないよねっていうのはあると思います。負担額をいつどこでお金を負担してそのお金が返ってくるのかっていうことがあって、ちょっとこれがね私だけじゃすごい、塾長はさなんかその無償化使ってる人とかでその入学金払わなくていいとかそういうの分かる？ごめんちょっと僕ね周りに無償化使ってる人いないんですよ。そうやね、だからあれでしょあなたのごめんごめんちょっとそれ外れてる人ちょっと相手してるんで。そうやろ、そういうのもあったり、うんっね、現場の意見はちょっと実際使ってる人の意見は、うん、そこの話を言うでほしいね、うん、
そうそうそう。でこの前のクラゲさんのそのほんわかあのほんわかっていうのあのスペースはそういう話結構してたんだけども、はい、多分でもね、はいはいはい、みんな一回払い終わっちゃってる人とかあのあナスさんが上がってきてくれた、うん、3人だナスさんこれねちょっと人類予備校の YouTube 上げるんでそれだけちょっと了承してくださいごめんなさいちょっと後出しなんだけどまあちょっと分かってくれ3人の放送そうそうそうそのもし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 あもし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  おはようおはようおはようございますそうそういや大丈夫あのこの程度だったら大丈夫ですあの電話であのなんかあのミノモンタのほらあれみたいな電話だみたいな感じで、ね、授業料をどういうふうに返ってくるかの話やんか。うんうんうん。でこの間私あのスピーカーじゃないなんだなんだスペース。スペースで何人かのみんなスペースが違う。じゃスペースでスピーカーに上がったっていう話がそうそうそうあの時にあの何かのお母さんと話をした時に、うんうん、ちょっとそこがはっきりしなかったから後から聞いてみやんかああ聞いてくれたんですよね私も、うんうんそうね、ありがとうございますほんで学校によって違うかもしれないけれども、うんうん、あのケセラセラ夫人のところはねお母さん、うん、お子さんのところは、一番最初にまあ一応払うねんけど、うんうん、やっぱ払うねうんうんうん、でも、その時にまあ払えない人は多分なんか、お金借りたりとかの制度とかもあるのかもしれないけど、うんうんうん、で最初になんか申請をして、うんうんうん、その金額が決まったらね次からの支払いの時はそれを暫定でも払わなくていいことになってそれがもううん、で審査で最終的にもしかしたらなんか、うん、外れましたとかっていうことはもうたまにあるかもしれへんやん急激に何かが、うんうんうん、税率が上がったりとかしてなんかこうよくだけど一応もう、うん、この人はこれで審査通ってるっていうかもう、うん、今年の、うん、あれで税率でも OK ってなったらもうそれが適用一応されて前もってもそれでお金払わなくていい状態にしてくれるんだってああやっぱりそうなんですあのねこれねその、うんうん、私がねちょっと問題点としてあるのがその親が子供に金出したがらない家ってたまにだから虐待ですよ虐待あるあるのそのそうそうその話であるあるその例えば私立に行けるのにいやうち行けないよってやっちゃってる子がこの制度使えば、まあ、ある程度行きたいところは選択肢が広くなるでしょうという話がね、あってそれはもうすごくいいことだと思うんですけど一回払わないといけない限りは、うんうん、これに必ずちょっと一回引っかかっちゃうっていうのがあるからもうそれについてはもうちょっとあの細やかさをこう足していかんといかんなっていう問題多分なんか普及対策はあるはずやねん多分ね、そので子供っていう以上ね、親のサインが必要やねどんどん、うん、そうそうそう、同意書のね問題があって、これ何でもそうでしょ、うん、そう社会的な同意書で施設出た子もそうだし、だから子供庁の問題をもうちょっとちゃんと整理って私は思ってる、うん、やっぱりそこに違反して子供に権利を持たせるような方向で法律とか条例をちゃんとやっていかないと子供は救済できずにでってずっと思ってるこれだから子供手当とかをね、まあ、ちょっと話それちゃうんでさっと戻るんですけどマイナンバーカードで子供の口座に紐付けしてるわけですよで子供手当ってそうそう年収が多い親の方の口座に入っちゃうからそれなくした方がいいよねって思うのが あるんですけど、まあ、とりあえず、まあ、やっぱりまだとりあえず払わないといけないっていう方形は残ってるとこれね塾長ね私学がねなんでギャーギャー言うかって言うとね、うん、まあ私夏さんもほら塾長ももうほら会社のすごい経験値あるからわかんない私は確認したくて聞くんだけど現金持ってない私学多いんじゃないのって思ってて一回保護者からもらわないとお金ないわけでその後に補助金が生徒数に応じて割り当てられてるっていうのがあるじゃないですかだから現金もうすでにやりくりがうまくいってない私学がたくさんあるよっていうこれがまず絶対事実でしょって私は思うってこの問題点出た時にだって補助金出た方が自転車操業になってるってこと、ね、そう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 、うん、もう軽い中小企業になっててだってね経営のプロなんてキャッシュがないってことねそうそうそうキャッシュがないから保護者から一回もら
らわないと難しいっていうのがあって、うん、で、うん、それってなんでかっていうと、うん、学校の先生の給料ですよね、これ多分だけど、うん、あのお金、そうそうそう、お給料を出さないといけないね、そうそう、お給料出すときにお金がいるから、これだったら教師の質が落ちるよって、それはお前の経営体質でしょっていうのは本当にもうど真ん中の話だと思うんですよ。これいくら補助金で割り当てたってね、お金の払い方とかそっちで改善していかない限り、割り食うのは子供なわけでっていうのはもう終わらないわけですよ、このやりくり。だったらこれ失礼な話なんだけど、私親として今から子供がね 10年後ぐらいに高校受験ですよと、あんまり10年もないかやねんけど、その時にね、うん、自分の高校もね、自分の会社も健全化できないような校長の部下の先生たちのとこで子供教える必要ねえよって思っちゃう。だから名だとか今暴れてるでしょ。で、まあ私自分の子供が自分と性別が違うからちょっとわからないけど、まあ親がねラサール卒業してて、で私立のいいとこってね、いろんな先生が呼べるわけですよ、いろんなせ、あので、一番父親があの私立、自分もそうなんですけど、あの大学の先生とかね、あの来てくれたりしたら、立花女学校立花の先生とか医大の先生とか来てくれて、あの普通どうなのかな、その教科に特化した先生を呼ぶっていうのは特色なわけですよ。で、あの一律の中学校だった時は、まあ、校長先生がちょっと変わり者だったっていうのがあって、だから結局校長のね、采配がで、どこまでその授業、その高校の先生がどんな授業をできるかっていう裁量があるのは絶対私立なわけです。で、のびのびとした授業できるのは私立だから、これはもちろん合ってるんだけど、そののびのびとした授業をする先生にどんな風にお給料上げるかっていうのは、それ保護者と子どもの問題じゃなくて学校の問題だから、その問題をね吉村さんに言って、ちょっと学校の体質としてどうなのっていう論点持たないテレビがね、わーっと大きい声で言い回ってるっていうのは、これ本当にね、あの夏さんとかも塾長もずっと怒ってるけど、もう子どもに対して本当に良くないですよね。子どものために何も考えてない学校だっていう、これもあのなんていうのかな、ある種宣伝ですよね。あ、この学校はもうこういう学校なんだねって、私は保護者の目として見てるんですけど、世の中のだから無償化してない地域はそうじゃないのかなってちょっと思っちゃうね。朝からちょっとあんま回ってないから、あのテレビ見てなんかやっぱり維新はとか、なるほど、そう、そういう感じの観点で見ている人もいるっていうことを気づかなかったね。まあ実際の状況はどうあれ、うん、あれをこうお金ばかり言ってる私学を見て、その一般の人たちが、うん、ここの学校お金ちゃんと回ってへんのちゃうかっていうふうに思われる可能性はあるっていうことを、それで信頼を失ってるっていう、そういう目もあるっていうことは私学側が意識しないといけないよね、うん、だからそれすらも分かってないくて、うん、で灘なんかはね、本当のところ分かんないけどね、うん、そうそうそう、で灘なんかはそもそも作り的には、うん、その補助金じゃないお金でできた学校なんだから、そういうシステムをいち早く作ってあのやっていかなきゃいけないのに、うん、もうそういう初期の心を忘れてね、灘だっていうブランドで甘えとるわけですよね。この少子高齢化の時代に男子校別にいいんですよ、私女子校で助かってるからあの、まあ、学校のそのそカラーとかね、 その、うん、そこに文句を言うてもしょうがないから、そうそ う, そうじゃなくて、そのでそれでやっていくんだったら、ね、授業料低いやん、どっちか言ったら、うんうん、で別にその授業料とかじゃない、だからああいうネガキャン、うんうん、私見ててネガキャンじゃな、自分のネガキャンしてるじゃんって思っちゃう、うん、なんか参加しなきゃいいのに、うん、あの話題に行って、でうちはそうそうそう、うん、あの話題になんでいち早く乗っかっちゃったんだろう、うん、センスないなって思うし、そういう学校になっちゃったんだなって、うん、思います。やっぱりあれね、最初に言い出したんて、あの灘の関係者が言ったんじゃなくて、あれ文句言ってた人って灘の OB というか、そうそうそう、あの屋根学校は言ってないね、学校は全然しらっとしてると思う、ほなもうだから灘はね、ネガキャラやね、言ってない、うんうん、そうで、むしろなんか灘は別に問題ないと思うね
なのにもうこうやってほら私みたいにさらーっと情報を取ってる人からなんか「灘が」っていう名前を上げちゃってる人や灘の OB まで入れてる人がいないちゃんと。一番ダメなのはやっぱ広告やと思うわ。うん、で、その人は多分裏で政治活動をやってる人なんですよ。おそらく文句言うてる人ほとんどで、で、多分反維新だから動いてるんですよ。でも結論言うと、あ、見えへんだけでね。で、あんなだから長は関係ないと思うよ。そうだから私立とかっていうのは完全に、で特に兵庫今ほら斎藤知事がうんぬんかんぬんとか言うてよ言うてでしょ。ああ、でもまあ私は灘にあの同級生が行ってたりとかして、まあ、全然なんか、うん、まあそういう学校な、そういう人もいるなぐらい、そういう学校なんだなぐらいしかいないで、うん、まあ、うちの子供、まあね、もう灘はまあまあまあちょっとね、まあ特色ある学校なんでね、そういう意見っていうのは人もいるやん。あの、あ、反対子、さっきのアンケートの番組の話するけど、結局あの反対の数ってパーセントでやっていた分はあそこで書いたけど、いや、そう、少ない6校なんですよ。あ、もう、そうそうそう、50校回答の中であれでも7校なんですよ。だから 14% っていうことは、あの、うん、あそこで言うていやらしいのは、そのアンケートの回答してきた100としてきた人たちを 100% に置いて14って取ってるんやけど、だって96個のうちの44個でしょ。そうそうそう、だから96ってことは半数以下じゃん。その中ですでにもう4割やんか。そうそうそう、だから4割の中に 14% やろ。そうです、だからその96まで引き伸ばすと 7% なんですよ。そうでしょ。だから6校とかそんなんや言ったら、そうだから、あの、だから何が言いたいかっていうと、おそらくその6校っていうのは、あの理事が佐藤明だったりとか、もうすでに反維新で活動して、あ、ちょうど6人ぐらいやんか、ほら、あの、ね、自民党のね、議員の数、減った数と同じぐらいの数。まあまあええねんけど、僕はおそらく裏には政治的なことと、もう一個はさっきツイートに書いたけど、行財、私立学校の中の財政改革、これをやらざる得なくなるんですよ、今回この、もし、これやられると絶対理事会の報酬どないなんみたいな話になってくるんで、そうそうそう、だからその内訳を削られるのものすごい嫌でしょっていう、で、いらない変なお金の使い方って絶対やってるんで、変なお金の使い方してるかどうかを見られんねんやんか、各校ごとに大阪府が話し合いに、あ、それに応じてしまうと、だからそれを探られたくないから、連盟全体として反対ですよっていうことを表明して、とにかくあの連盟の中の私学がどこもこうなんか5人組とかと同じやんか、なんていうの、あれからその中から裏切り者が出ないようにしようっていう。そういうことや、あの絶対落ちないよお前ら、落ちないよみたいな、そういうような感じにしてるから多分ね、世間で今ビッグモーターのことこんだけ言うてるでしょ、これと同じ話がこの制度でやって私立学校を見ていったら多分いっぱい出てくる、でそれ嫌なの。いやだってね、その私立でも音声の進歩は真面目にちゃんとやってるよ、先生方も、あの授業の内容は真面目にやってるけど、その物品のものの価値としてこれ絶対おかしいやろっていうものは絶対あるね。例えば鉛筆1本なんか自分の私立のマークをついただけで、いや外で買った80円のも300円なっとるかなみたいな、そうなんかあるね。でもそれはブランド、ブランド力というものを大事にしてるから、そこはね、自分で靴下とかもう好きに買わせてくれやみたいな、うちの靴しか着まへんみたいなの、そういう商売やっとるから、まあグレーなのはグレーに感じる部分はあるやろうね、自分とこが勝手にね、これグレーかどうかっていうのをちゃんと聞く前に、いやこれちゃんとグレーって言われる、これプラあかんって言われるから、もうこんなんもう調べられんの嫌やとか、そんなあるじゃないですか、いや落ち着いてみたいなとかね、細かいところは言うと、そんなこと言うのもやっぱりね、あのー、なん
んていうの、どこにお金を渡してるかとか、その、うん、お金の流れの方がちょっとあれやねん。でどういうことにこう負債があってとか、どういうふうにこうお金を返済しているかとか、どのその辺のこ、うん、細かいこと、それから授業のかかっているものが、ね、どの部分分野なのかっていうのが、お金に色はつけられないから本当のところはわからないねんか。あ、本当に人件費どれ何人にどれだけついてるかとかね。うん、そう、細かいところって本当に財務表をきちっと見ないとわからないねんか。なんかそういうことされたくないんやと思うな、本当は。なんかね、この世の中にね、その例えばしっかりした親っていうのは結構資格の勉強してたりとか、例えばお女性であったら、まあ、FP であるとか簿記とか人気なわけですよ昔からね、うん、で、ナツさんとかもお金で、塾長もまあ放送で簿記取ったらええとか、まあ、ひろゆきさんも簿記のことは言ってたわけで、うん、でその中でね、お金の流れとかで、うん、維新がある程度富裕層から支持されてるように、お金のことしっかりやっぱり言うわけじゃないですか、このお金はこうです、そうそうそう、理由も言う、そういうのがあるから、うん、で貧乏人から富裕層から広く支持者があって、なんかこのなんで都構想負けたんかみたいな、その本出した人でも、まあそういうね、なんかとこあるっていうのは認めてるわけだし、だからお金の面でやっぱりお金がちゃんとっていうのはやっぱり一番信頼ですよね。お金のことちゃんとやってくれるのが一番の信頼関係なんやっていうのが、橋本さんの時からもう大阪府民には根付いとるわけですよ。でもともとこれちょっと前に塾長と喋ったんだけど、大阪っていうのはね、 お武家さんいないじゃないですか。ずっとお金のやり取り、そういう市民同士でずっとやってきたわけで、なんかそういうのあって、うん、例えば加賀100万石、そうそうそう、加賀100万石みたいな感じで、うん、なんかお武家さんがなんか整えてくれてっていうとこじゃないわけですよ。なんかまあとりあえず、うん、政府の、ね、そう直轄料っていうのはあったかもしれんけど、うん、そうだからやっぱりね、お金のやり取りをね、不真面目なところっていうのはね、それだけでやっぱりあかんなっていうのは、でも、うん、や大阪の人間って優しいところもあると思ってるから、まあちょっとまあこの人なっていうとこもあるけど、こっちええねんって言うてなあなあで住んでたところやけど、でもお金のことはもうなあなあでやっとったらあかんねやっていう、もう分かったわけですよ、ね、うん、だからさ、すごくね、なんていうかな、困ってます、でもここすごく頑張ってますっていう人にはちゃんとお金、なんていうのかな、貸してあげるとか、渡すとかいう寄付があるんや。だから私が行ってた、子供が行かしてた私学も、入学した時にもちろんお金払わねんけど、それと別で寄付もしくは学校祭のお願いっていうのが来るのか、もちろんしなくても全然 OK よ。だけど寄付やったらね、金額が少なくて返ってこないねんけど、学校祭やったら3年後に返ってくるっていうことで、その代わり10万円単位でしてくれとかあるのか。でも帰ってくると思ったら3年間貸してるようなもんで帰ってくる、もちろん金利はゼロやけど帰ってくると思ったら、学校のためにだから10万円とか20万円とか学校さえ買ってあげようかなっていう気になんねやんか。別にそんな余裕がないわけじゃないから、私だったらね、うんうんうん、でそれってやっぱり無金利でお金が集められるやん、学校としては、その愛好心のある人たちからね。でそういうことを努力でやってる学校はあるんやんか。でそういうことで自転車商業がもうちょっと前もってお金が集められてる学校ってあんねん、やっぱりちゃんとね。だからやり方っていろいろあって、集め方ってね、そうですね。だからやっぱりね、塾長もほら、行財政の話したけど、学校の中のやっぱり私の感覚やっぱり合ってるよねって思う。夏さんの話聞いたら、こう現金ないから暴れてるだけやんっていう結論よねそうなりません、おかしいから。本当の意味でのきちっとしたこう愛好心とブランド力を育てる前に、先にこうなんか成金的に学校大きくしていって、で回っていかなくて大変やっていうのがもうありやんと分かるから、広告とか、で政府なんかとかは本当は結構お金持ちをいっぱい集めてるんやんか。で、その、その、所得制限が引っかかって、もう全額払ってる世帯とかめっちゃ多いんやか、割合がな。そうなんですよ。そこからの、だから現金で成り立ってるから。そこからの、その、超過分のお金を、だから、
何も超過分をこう払わない人たちで賄ってるような感じになってるから、だからそういうとこは困るやろなって、うん、だからでもその割合的に多いんやったらっていう話でまたも元に戻るわけですよ、そこでまた、うんうんうん、でそんで、うんうんうん、嫌 やったら、うちはそんなことせんでも来ますねっていう結論がある中で、このテレビとかもね、うんうん、結局そのお互い的に ああいう時もそうなんだけど、その無償化が問題じゃないんですと、何が問題ですやって、で実は私学にはこういう問題がございまして、この60万円のキャップ制を導入するとねって、うちではこういう問題が、これただなんかやみくもに、いや教育の質が落ちるとか、いやじゃあなんでやねんって言ったら、結局いやいやお宅様の問題でしょってなるわけです。でもこれってね、学校を企業として捉えた時に、企業は全部現金やりくりするの大変ですわな、うん、ましや中小企業零細はあれですやんか、うん、零細企業が日本では多いと、その中にももはや私立一校しかない、要するに大学も持ってない、私立しかも、うん、高校しか持ってない高校はもう火の車なわけですよ、中小中小中企業ですよね。で、うんうんうん、ということはね、結局マネジメントする人間がいないから、お金のやりくりに困ってて、申請の仕方もわからない、ましてや学校っていうものでどうやって経営していたかわかりませんっていう学校がわんさかあるんですっていうことがもともとの問題でしょってなるわけですよ。でだって企業に下ろせるお金っていろいろあるわけですよ、再構築もそうやし、まあ、なんかね、まあ、銀行がお金貸してくれないっていう大体大きな問題があってっていうなった時に、じゃあその問題点って何やねんって言ったら、結局実は国なんですっていうオチをね、どこまでテレビがやれるねんって言ったら、これやれませんわな、だって都構想できなかったんだもんっていう中でテレビで、うん、そうそうそうでそうそうそうで、だなって思ったんですよ。だって現金ないやんって、だってラサールがとか東大とか、まあ、東大とラサール比べてちょっと変なんだけど、お金のやりくり困ってますなんて絶対ないわけで、ね、なんだの OB が勝手に、いやこんなことしたらうちのところ教育の質落ちるやんって勝手に心配してるわけで、ね、そんなことないよってなるんっていうのは、やっぱり情報の発信の仕方がもう間違って行われているせいで、結局反対派の私学の先生たちが自分たちで不利益を被る。これだってほら、逆にもう大阪府の無償化やめたらええやんっていう人たち出てきてしまってるわけですね、今もう極論やったこれ、うん、そうね、そこが一番腹立つね、私も、うん、いやそんな文句言うんやったらやめるわみたいな、いやいや違う違うみたいな、やれるとこ、やりたい人と、そうそうそう、やりたい人とやれることをやるっていうのが今からの世の中大事やから、それはそれ、これはこれでやっていこうっていう考え絶対持ってないといけないねと、うん、ちょっと朝にねちょっとぼーっとしてる頭でやらんと、ちょっと突き詰めていたこれ堂々巡りな、だってここ賛成派しかいないからそうそうそう、でしかも私立ので、しかもそれは大阪府の60万円のキャップの問題じゃなくて学校の問題やっていうことが、もうこの私は払う側、夏さんもすでに払ってたが、で自粛長自体は学校の問題点とか生徒を見てるわけやから、うん、で分かってる人間、分かってる人間、まあ、これからの人間、まあ、私立卒業の人間喋ってても、結局学校個別じゃないけど問題やし、日本のそうやね、個別の問題やね、ほんまにそう、うん、でも多くはやりくりが分かってないまま、やりくりを続けているっていう会社が多かったんだよっていうのが分かって、ようやってこれたなっていうだけの結論になるよねっていう、だからツイキャスでねちょっとやったんですけど、まあ、実際のところは多分ね、普通に真面目にやってたら運営費きちっと税金からね、うん、降りてくるから、うん、ちゃんとできてると思うよ、うん、生徒がちゃんと集められて回っていくようになっていくのが学校法人の仕組みやから、今の、うん、国は絶対学校法人に運営補助金を渡すことになってるから、で急激な、その、なんていうのかな、問題が、お金、だから、定員がすぐにこう、なくなって、なんか、潰れそうってなっても、すぐ潰れたら学校の、その、はい、通ってる子供たちが困るから、それが困らない程度にはちゃんと補助を出してくれてんねん。うん、だって、私、ね、学校閉校するときって大体募集を締め切って、その卒業生たちはちゃんと卒業しません。そうそう、卒業だからそこまではちゃんと面倒見てくれるようになってるから、うん、うんうん、
企業の倒産じゃないから、ね、真面目にやってたら、うん、全然問題ないねんやんか。ただそのなんていうのかな、あの多分なあのことをやってる。あのこれでね、言ってちょっと私いいか分からないけど、その私が前住んでた枚方のところでね、その理事長が友達に600万円のレクサスなんかポンとあげちゃって、脱税だみたいな感じでなんか騒がれた学校があってへえ、そう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 、いやお友達に車あげて何があかんのみたいな理事長やってねんけど、いやあかんやろでもね、そこはね、看護学校を運営してて、普通の学校の定員が50人やとすると、そこ100人取ってる。で100人中、まあ合格率が 90%、 当たり前に看護学校って 90% ないと、の看護学校としての、値打ちがないから92ぐらいは保ってる学校なんで、ね、ほんでまあ中身は、よしとして、奨学金制度、まあ今、まあ、一応お礼暴行もあるんだけど、あのでもお礼暴行中でも別に引かれたりしてないし、あのでっかい病院とか施設持ってるから経営自体はそんなに、だからあのお金持ちの感覚って、あのでしかもちゃんとやってる、ちゃんとやってるっていうのはまあ、うん、そのなんていうのかな、健全か健全かじゃないかをひとまず置いといて、まあなんかうちは金ないんやって騒ぐとこじゃないから、うんうん、まあそういう感覚でやってはるし、生徒もちゃんと真面目にやってたらできるよ。そう、しかも生徒もちゃんと 先にお金もらってるから、使いすぎて授業料の払い、うん、引き落としの時にお金ないとかないようにしてねとか言われるぐらいのところらしいから、うん、まあなんか、うん、そういうところも寮があるとこ、寮があるとこです。そうそうそう、確かにあったとか、まだそうそうそう、あっ、うん、あの知り合いの娘さんも言った。あ、でもそこもちゃんと授業料無償化があったから行かせられたって言ってるね。うん、あのね、それもまた喋ろうかなと思ったんです。そうそう、看護学校とか専門学校のね、そのまああの、うん、そう、そういう問題もあるんでね。そう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 、まあそれ、うん、でも今あそこは結構ね、通いたい人って本当にそこで看護師の資格取りたいと思って、うん、通う子やから本当にそう、あそこ行く子はな、うん、まあ、3年とかやからね。あの、そうそうそう、まあ、すぐ働きたいという子が行くとこやから、まあそう、ああいうのは大事よでもまあそこの理事長はそういう感覚ですよという話そうそうなるほど、だからそう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 、だからほんわかほんわかしとるし、なんか、え、なるほど、本当に生徒に対してもあのなんかあの辞めさせないといけないですよ、うん、この子はとかいう、なんかね、友達から聞いた話、その当時やから理事長がね、なんか面接してるみたいな、看護学校のその受験した子の、なんでなりたいのって聞いてるようなところで、うん、でその生徒がなんか、うん、あのもう辞める辞めないって話になって、いや続けさせてあげたらみたいな感じになって多分同じとこ行ってるかわかんないですけど、アットホームの、そうそう、理事長自体はね、ただ中の先生たちが聞いて一部になってる先生たちがいるっていうだけで、まあ、暴走しちゃうね、上がなんかほんわかやったらそれが気になる先生もある、でそれでもうまくいってるとかうまくいってるからっていう話、まあうね、これはちょっとまあサイドで、うん、まずはやったらあかんやろっていうのはやったらあかんやけど、お友達に自分の乗ってた車上げて何があかんのみたいな感覚やからそう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 、で私のね、行ってた子供行ってた保育園が市立から私立になりましてって話をするよってちょっと言ってたんで、で、市立とね私立の違いはもうこれ完全に、学校の先生まず話していくと、うん、うちの子供が最初に当たった一律の担任の先生が誠に素晴らしい先生で、まあ、うん、1歳から入ったから、まあ、5人とか6人しか園児いないね、あの自分の受け持ちは、まあ、1歳なんで増えて12人の枠になるけど、0歳から来てる子プラス1歳から入ってくる子で、1歳のクラスが12人やから6人だけ面接なんだけど、うちの子がパーって入っていったら、あ、何々くんだねって言って先に言ったんでしょ。これがびっくりで本当に驚き、だってお名前はって言われて、あ、何々です、あ、何々くんですねっていうのが普通のやり取りじゃないですか、たとえ6人だとしてもですよ、うん、もうこれがまず衝撃、踏んでもう本当にすごい先生だったわけですよ。もう本当になんかもう一つ一つ言っていけば、多分本当になんか細やかさもあったし優しかったし、もちろん厳しさ、若い先生と年配の先生の2人担任やったしっていうのあって、ほんで
でもう一つ良かった点と悪かった点、他の先生じゃあどうだったのって言ったら、その職員の中に、どういう形態かわからないですけど、学校の見学に行ったんです。行った日にね、必ず保育園っていうのは見学してくださいっていうのがルールになっていて、見学してない保育園は申し込めないです。で3つ、まあ、3つずつみんな見に行きますわな。でその中でその保育園ですよ、うちの子供が行った一律の保育園の先生に、担任持つような先生じゃなかったけど、保護者が何人か見に来てたのね。これみんなライバルですわ、うん、要するにここに入所できるかどうかわからへん、うん、そしたら 1,2,3,4,5,6 って数えた、その先生が目の前でですよ、うん、で、うん、どの子が受かるんやろかって言ったの。そんなことあるみたいな。でもこれ一つ分かったのが、ほんまにクソみたいな先生とめっちゃいい先生、もうこれがもうひどい、一律は本当に。でなんでそれが分かったかっていうと、私立になりました。そしたらわーっと面接来てます。私立になった年齢的にもクラスが人数がガッと増える年齢やったから、3歳児クラスでうち私立になったんでね。んで担任が1人とか、まあ2人、その時は2人と 2.5 人状態で、人数が20人とか倍になったんで、もうほら初めてのこの申し込みとか、その対面式みたいな時にうわーっと人数おって、あもう誰さんですかみたいな状態やったんです。もう先生たちもうちの、あやっぱりこれは一律と違うなと思ったけど、どの先生もそんな暴言言わない、うちの子にも保護者にも。なんか一律の時にわもうこの先生今日機嫌悪いわみたいな先生いたけど、私立になってから全くなし。めちゃくちゃいい先生はもうめちゃくちゃ悪い先生も言ったらまあわからない。だってそれってめちゃくちゃ悪い先生がおるからめちゃくちゃいい先生わかるだけで、みんないい先生やったらみんないい先生なんすよ。あおはよう、起きてしまったねちょっとうちの子が起きる。あまた聞こえてます、私の声大丈夫かな。聞こえてるよ。あ聞こえてる。ちょっと子供も大きい。軽快な喋りが聞こえてますよ。そうそうそう。なんで踏んで、実費負担なんだけど、これがねうちが年中になった時に制服が始まりまして、うちの子の時から制服が始まったの。だからで制服始まった時にこれ一律から入ってる人たちがうわーなって、もうだってそうじゃん、制服なかったのにお金代だから、私立、もともと私立を持ってた縁やから、その私立の縁から制服借りた、卒業生は、卒業する園児たちは。だって残り1年のために。でもね言ったら短パン3,000円、上3,000円で、トータルまあ6,000円ぐらいですわ、なんやかんやで。うん、その年はね。でもそれ3年着るってなったら、だって普通にズボン買ってもそれぐらいでしょ。でも制服ってなるとやっぱりなんか違うのよ、財布の感覚が。えってなるよ。うちの子も今一律の小学校やけど、制服トータルで15,000円ぐらいしたよたまらんよと思うよ。うんうん、ほんでまあその話やで、で制服のとこも園長にだいぶ言ったんだけど、制服があるってうちはもう分かってるから、制服が嫌な人はうち来ないでしょっていう感覚やね。そう、それが正しい私立の感覚なのよ。だから今ほら無償化でわーって言うてるやん。いやお金払うの嫌な人はうち選びませんよって、お金払っても来たい人が来る、これが私立の感覚やった、私立の。だから今ワーギャーワーギャー言ってるところは私立としての何の値打ちもないっていう感覚になったのも、そのおかげ、園長がそれパッと言ったから。ただ悪いんやけど、保育園ってそんな選んでられへんから、そんな余裕もないし、ね、あそこ越えて地域越えて選べられへんから、なんとかしてやってくれっていうので、まあ、暗黙の了解でお下がりは認められてる。だからお下がりわーっとあるよね。まあもちろんそういうのも込みで、うん、まあ、保育園やしお下がりでも恥ずかしないかとかあるから、そうそうそう、まあ、そういうので、あこれが一律と、まあ大まかな私立の違いね、制服と先生の違い、もうこの2点ですわ、間違いなく。授業に関しては私立の方が、私立の方が圧倒的に、なんでかっていうと幼稚園みたいなこと保育園でさせてくれるもん。子供園になったっていうのもあるけど、うん、英語の授業、体育の先生、もうこの2点すごいよ。うん、うん、もうこれが全然一律と、しかもであっちゅう間に校舎綺麗になった。一律の時はやっぱり市の予算やから、校舎一つ建て替えるのも全然無理、統廃合はあっても統廃合の時にじゃあ新しくしますかっていう、なかなかないよ。
本当に、うん、ましてや保育園はね。で、うん、だから、私立にしなあかんっていうのがあるね、私の中で。保育園はどんどんね、うん、私立の保育園はもう3地域に3つぐらいでいい、本当にそこにしか行けない保護者が行ったらええわって思う、ね、ちょっとでも、まあ、これもう紹介になってるから関係ないかもしれんけど、あのちょっとまだ保育料月だと例えば2万円とか払えるような保護者は私立に行ったらいいよって思う。その方が全然トラブルもないし、あの先生の、あの濃淡ももう全然ないと思う。こんな暴言言って許されるなんてね、あの民間やったらありえへん。私立は民間やもん、一律はそうじゃないでしょ、やっぱり感覚的に何言ってもやっぱり、うん、っていうのがあるからっていうのを本当に身に染みた、その時に、うん、なんかまあ中学校の時から学校の先生ってすげえひでえなと思ったこともあるけど、まあこれは先生のエピソードはたくさん持ってる方いらっしゃるから、これはこれでまたおしゃべりして、また夏さんもまた来てください。ちょっと子供が起きるまでっていう前提やったんでごめんなさい、私はもうおりますそうそう、まあ、おりますもなりは、そう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 、私のやつ、ちょっとまた、そうそうそう、またね、ちょっとね、塾長も話しきれなかったところ、まあ放送でも話してもらって、あまあまあうち、あ僕は僕でまたあるのでまたやりますけど、うんうん、まあまた言ってくれて、まあ、まあ、こういう話が全、まあ、なかなか保護者的なねところの感覚、ありがとうございました、うんうん。はい、大事なんで今聞けたんで、まあ、はい、これを聞いてね、はい、まあちょっと塾長も放送でまあ喋れるんやったら話してもらってっていう感じで、はい、やっぱお金の問題やね、これはやっぱ保護者じゃなくて学校のね体質の問題になってくるね、まあ、経営ですね、うん、やっぱりなってくるね、うん、まあ、一言だけ言わせてもらうと、経営に長けた人が入れば終わりな話なんですよ、うん、そうそうそう、だからもう、うん、ちゃんとね経営見てくれる人をね、うん、入れてくださいよっていうのを保護者会で保護者言わなかったね、うんうんうん、ということで、すいません子供が起きたので、はい、はいはいコンティニューコインいただいてありがとうございました。もうこのような放送に本当続けて60分あのかできることができました、本当ありがとうございます。まだ51分ですけどね名前の放送あればよう喋んな、よう喋るな、ほんま喋りすぎやで。でもね学校の話ってね結構みんな持ってるからめっちゃ喋れるでしょ、多分こんな先生おったとか、いい先生も悪い先生もね、あの私がねあの私立がいいなって思ったのが、あの今ほら比較の話ってあるでしょ、あの核をどうすんやっていう話で、で父親がずっと非化、核っていうのはあの燃料の問題があってっていう話で、その感覚ってね何で持ったかっていうと、子供の時にあの湯川教授っていうあの実に面白い、違う違う、その絶対このちちちなそっち出てくるでしょそうそう、その教授がね学校に来て抗議してるね、早くからその比較の問題について生徒に、問題点として持ってもらいたいっていうあの校長のね意向やったのね、なんかアンドリューっていう短い2年ぐらいしか校長じゃなかった人がどうもそれやったみたいやけど、まあ外国人やからな向こうはね、うんうんとかねあるし、やっぱりそういう面でもね私立のメリットは大いにあります。大阪私立が多い、これはねデメリットでもなんでもなんか私立多いらしいよ、やっぱりなんか私立多いねんって言ってた人がおって、大阪って特になんでか知らんけどって、それなんでか知ってます？いやそれか公立の数が足りなかったか、子供多かったってこと、うん、だからそのなんていうのかな、子供が多いのもあるし、その公立だけでは住んでるエリアからは遠いっていう、うん、作ったのね。ごめんなさい、私立ってどのやつですか、小中高とありますけど。今の話やだから多分高校やで、無償化の話で言って、あ、うん、だからちょっと待ってテレビつけんと、高校に関してはあちょっと待ってな、高校に関しては今みたいに、うん、あの公立高校の数が圧倒的に足りなかった、うん、小学校でも戦後に結構ね、うん、で定員が決まっているのに中学卒業して、高校に入る人大事だ、これ足りなかった、うん、まあこの話またします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと子供が起きたんで朝ごはんします。じゃあしてください。どうも5人の方、長々とありがとうございました。5人中で多分3人ぐらいです。はい、ありがとうございました。配信終了。ありがとうございました。